さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ちょっとまたリクエスト動画でボブとかミディアムの方向けの簡単な巻き方、この巻き方をすれば絶対簡単に綺麗にできますよっていう方法をやっていきます。前はちょっとロングだったりとかでちょっとやらせてもらってコテを使っていたんですけど、今回このまあボブとかまあミディアムぐらいのヘアの方だったら、まあストレートアイロンの方が結構簡単かなと思って、それのちょっとご紹介をさせてもらいますので、このぐらいの長さの方よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。じゃあ始めていきます。まずまあ大体でいいので半分に後ろに分けて、まとめた時にゴムを緩めに結んでいきます。反対側も同様に集めて緩めに結びます。だいたいこう耳後ろぐらいでまとめて結んでます。で次にストレートアイロンで巻いていきます。毛束を少なめに取って、向きは結構もうどっちでもいいので、まあ内巻きになるように今回ちょっとやっていきますね。1回でだけさせて巻いていきます。でランダムに巻きたい時は別に内巻きでも外巻きでも好きにやってもらっていいんですけど、まあ内巻きだったりとか自然に一方向にまとめたい場合は全部同じ方向に巻いていけば大丈夫です。でなるべく毛束は細く取ってもらって、あんまり太めに取ると結構巻くのにも時間がかかったりとかもするので、なるべくこのぐらいでアイロンで1回転だけさせるように巻いていってください。で毛束を取ったら同じところに大体持ってきてもらって、同じ風に巻いてあげると綺麗に全部均一に巻けるかなと思いますので、均一に巻きたい方はでも同じところに毛束を持ってきてから巻くようにしてください。で短い髪の毛、やっぱ後ろの髪の毛とかも結構短くなったりとかするので、サイドに持ってくるとそこはちょっとやけどに気をつけながら、少しカールがつくぐらいのイメージでやってもらうといいかなと思います。反対側も同様にやっていきます。毛束を少なめに取って内巻きに巻いていきます。こんな感じで巻き終わりました。全体的に同じカールですね、同じ強さのカールで巻いていれば OK です。これでゴムを外していきます。ここでリレーのバームをつけていきます。毛先の方からしっかりと指を通してカールを少しほどくような感じでつけてあげると綺麗についてくれるかなと思います。全体的に指を通して引っかかりがないぐらいまでバームをつけてあげて、お好みのバランスにしてあげればこんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。結構自然にカールが出て、ほぐすことによって結構ルーズ感も出るヘアスタイルになりますので、ボブやミディアムの方、よかったら参考にしてみてください。